使用済み自動車の再資源化等に関する法律は資源のリサイクルに関する日本の法律。法令番号は平成14年法律第87号2002年7月12日に交付された。略称は自動車リサイクル法。最近改正暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の一部を改正する法律。日本国内の廃棄される自動車は 一年間で約400万台である。法の施行以前は、使用済み自動車には、リサイクルできる鉄などの金属や、エンジンなどの部品が多く含まれているため、解体業者や破砕業者において、有価物として引き取られ、利用できる部品などは整備して、中古部品として流通されたり、鉄くずなどの形で、リサイクルが行われていた。だが、有価金属を取り除いた後に残る。 内装材料を中心としたシュレッダーダスト、爆発性のあるエアバッグ、オゾン層破壊の原因となるエアコンのフロン類については処理が困難なため逆優勝で処理しなければならず不法投棄や不適正処理の原因となっていた。そのため使用済み自動車のリサイクルと適正な処理を図るため自動車製造業者にリサイクルの責任を果たすことを義務付け、 また、ユーザーにシュレッダー出すと、エアバッグ、フロン類の処理にかかる費用を負担することを義務付ける法律が制定された。具体的には、新車の登録時、法律施行前に登録された車両については、継続車検の際に、所定のリサイクル料金をあらかじめ納めなければならない。次に掲げるものを除くすべての自動車対象となる自動車であっても、 保冷貨物自動車の冷蔵装置など取り外して再度使用する装置は対象外。この法律により使用済みとなった自動車は、その金銭的価値の有無にかかわらずすべて廃棄物処理法に基づく廃棄物として扱われる。なお、日本メーカー製二輪車については自動車リサイクル法とは別に、メーカーが独自にリサイクルに乗り出すことになった。 リサイクル料金はメーカーや車種によって異なる。一般的に乗用車やトラックよりバスの方がリサイクル料金が高めとなっている。各メーカー発表の車種別リサイクル料金ほか各社の公式サイトで確認されたい。2012年8月1日交付。リサイクル料金が支払われていない2005年1月1日より以前に保有されている自動車については 2005年1月以降の車検の際にリサイクル料金の上乗せ徴収が行われた。ありがとうございます。